い、はい、ちょっと待ってね、もう声は入ってる、うん、うん、大丈夫今開いた、 OK でーす、うん、コーヒーでございます、コーヒーでございます。雑な始まり方。なんかあったじゃん、コーミュー姫みたいなやつあったな、なんか、うん、デスクトップは外しますって言ってました。はい、コーミュー姫ー、コーミュー姫ー、はーい、じゃあ声の調子は今夜長侍大丈夫だね、うん、大丈夫。お、音量BGM とか平気？ BGM 流してない、流します、行きます、ね、あなた20分前からうちら集まってんですけど。え、BGM をね、流す用意をしてたの。本当？してた？してた、してた、してた、うんうん、今だからポチッと押したら YouTube が流れたところ。あ、そう、うん、まあ、あとで聞くわ、うん、その BGM のあれに、それについてはって聞いてください、ってことでね、はい、うんうん、大阪にみゆ姫で遊びに行ってきました、うん、イエーイ、パチ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 。この間ね、一人、天璋院姫のは雑談で話したんじゃなかったっけね、大阪の話。そうそう、大阪の話をね、エビジム流れてる？流れてない？なんかクソ小さいって書いてあるよ。どうよ、わかんない。まあ、なんかあれじゃない、なんだっけ、30ぐらいのところにバーが来るように鳴らしておけば大丈夫だよ。みゆみゆの声と一緒のところから出てくるんですね。あー、じゃあ、一回じゃ あ、シーしてもらって。あ、いい感じです、いい感じです。はい、よかった、はい、大丈夫。イエーイ。そう、そう、この間ね、そう、話してたのは、内容どんな話をしたの？ね、みゆみゆと遊んだところだけ空白にして、すべてを話した、うんうん、あー、なるほどね、ライブ行ったりとかね。そうそう、はい、ライブに行った話、だからね、うんうん、一日抜けてたよね、一日抜けてたのよね、お話が。なるほどね、翌日から話がスタートしたってこと？そう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 。あー、なるほどね。ということで、この間、大阪で会ってきたんですよ、二人でね。そう、めっちゃ急にみゆみゆのこと誘ってね。そう、2週間前ぐらいだっけ？そんなでもないか、もうちょっと前。いや、2週間ぐらい前だったはず、私が飛行機取ったのが2週間前だったから、ね、うん、そうだよね、そうそうそう、それで、そうそう、大阪来れるって言われて、ああ、じゃあ行くよって言って行くよって言って、私は日帰り決めてきたっていうね。そう、そう、お話でございました。突然誘って遊んでもろて、うん、もうね、大阪に行きましたなんて言葉も私は一言もね、みんなには言ってなかったんだけど、これのね、このみゆ姫オフコラボ、オフコラボでもないか、オフで会ってきたような話をするために、ね、うん、ちょっと温めといたんだよね。そうそうそう、面白い話があるんですよ。そう、違う、面白い話があるっていうか、あんたがやばいやつだっただけよ、本当に。違う、本当にやべえ女だったの。まあ、とにかくね、まあ、大阪ね、私、新幹線で行ったんですけど、そうそう、来てもらったの。そう、とにかく要は現地集合だから、うん、どうやって集まろうかってなったんだけど、うん、私、京都は分かるんだけど、大阪全く分かんなくて、本当に、大阪駅でルクワぐらいしか分かんないから、とりあえず、大阪ダンジョンのヨドバシにね、なんだっけ、あれ、星のコーヒーだっけ。そう、星のコーヒーにね、いた、みゆみゆ。そう、星のコーヒーで待ってようと思って、なんかね、なんだっけ、集合の時間も決めてなかったんだよね、なんか。そうそう、飛行機の時間と新幹線の時間違ったから。そう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 、みゆみゆが1時間くらい前に来てくれてたんだっけ。そう、いっちゃん怖いからね、なんか、ね、ありがとう、ずれるかもしれないから。そうそう、私は悠々自適にね、新幹線で1時間前に決めて、なんか意外と早く着いちゃって。そう、みゆみゆ早いよと思ってさ。そう、なんか集合時間なんかニュアンスだってね、私この新幹線取ったから分かったーみたいな感じだったよね。そうそう、日々はこの飛行機に乗るから何時に着くよーみたいな。そうそうそう、ってなって、うん、なんか適当も後からだったから、まあぶっちゃけ、そうそう、まあその場で会えればいいかなみたいな感じで。そうそう、集合場所とかも決めてなかったからね。決めてなかったね、とりあえず大阪っつって。そうそうそう、どこみたいな。なんかあれ、当日に決めたんだっけ、どこ駅にするみたいな。あ、いやいや、梅田で遊ぶことは決めてて、姫が梅田の店を予約してたのよ。だから、あ、そうだそうだそうだ、そうそう、だから適当に梅田に行って、ただみゆみゆが星のコーヒーで待ってるからって言ってくれたのね。そう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 。でもさ、私ね、ちゃんとね、この梅田の
まあ、大阪梅田のヨドバシカメラって行ったことある人分かると思うんですけど、うん、最近になってやっと上の道ができたんだけど、あのどこからもね入れなかったのあれあのヨドバシカメラなんかマジ魔王城みたいになって、地下からしか行けない魔王城だったんだけど、そう最近はねそれがなんか行けるようになったから、うん、あじゃあもうヨドバシでいいやろうと思って、ヨドバシに行ったので、ちゃんとヨドバシカメラの7階の星のコーヒーで待ってるねって言ったら、分かったって言って、その後着いた後姫どこ行ったんだっけね。あのね、うん、周辺上の周辺に星のコーヒーが何個もあるって知らなくて、うん、なんか反対側の星のコーヒーに行って、星のコーヒーに着いたらなんか7階か8階っつってたのに2階建てなわけよ、うん、あれここどこかなと思って、もうヨドバシカメラっていう部分をさ完全にね完全に一番だってヨドバシカメラの7階の星のコーヒーっつうのに星のコーヒーを探し始めちゃったのね。いや星のコーヒーって入れたら出るっしょと思ってさ、いやいやヨドバシカメラって入れなさいよってか目の前にあるからね大阪カメラついて、あママコミミュー姫いらっしゃい、大阪行ってきた話、あママにもね送ったんだよね連絡ね、そうそうそう、ディスコ送って、今遊んでんだっつって、そうそう、いいなーどいいな大阪なんだけどさ遠い遠いよ、急だったからさ、どうしようかなって思ったのよ、ママ誘うかなと思ったけど、あんま急やなって思ってさ、もうママ迷惑だろうよ大阪来いっていうのもさそういやなんかね、だいたい東京とかね、そういう関東近辺、まあ、例えば埼玉、うんうん、神奈川、千葉とかだったら、うん、まあなんかねいいかなってなるんだけどね2週間前の大阪ちょっとね、大阪2週間前ね結構エグだよいやなんか急に決めてさ、一人旅ちょっと寂しいなと思ってさ、うん、そうねで、まあ呼ばれたんですけど私呼んでみたわ、そう、ライブあるから大阪来れる、わかった行くねやったわかったで、やっと星のコーヒーで合流できたのが30分後とかだったそう、姫野が梅田に着いてから30分後に会えた、もう私あれだもん、ホットケーキ食べちゃったもんたホットケーキとカフェラテ2杯いっちゃったからね、もう行ってた、で、姫野もちょっと暑くて疲れてたからうん、何飲んだっけ、クリームソーダ食ってたよ、あ、そう、クリームソーダ、おしゃれだっつってクリームソーダ飲んで、え、もうその前なんか、カフェ食べたいって言ってた食べたかった、その後、たこ焼き食べるっつってのに待ってみたいな、出た出た出た、美味しそうだったの、星のコーヒーとかさ近くにないからさ、いやあるか、うん、あでもわかるわかる、そうあるけどないのよね、うんうん、あんまり行かないよね、一回しか行ったことない、そう大都会にしかなくない、わかる、大都会にしかないのよ、大都会にしかない、そう、そんな中例えば最寄りの駅とかさ、最寄りの場所に星のコーヒーなんてものはないのよ、極端にスタバもないからさ、あスタバねないよね、ない、あるのはドトール、ドトール、でもドトールもないな、ドトールないよさ、いっちゃん一駅先ぐらいにドトールがある、ドトールっておしゃれだね、ドトール行ったことないわ、ドトール、あ本当に、うん、でもスタバとかはね、あのね、うん、何駅先かな、4駅ぐらい先行かなきゃないのどんだけ田舎に住んでるか分かっちゃう遠いね、遠いのよ、そうそう、だから星のコーヒーに、あ、うん、珍しいから入ろうと思って、うんうんうん、入ってで、まあ合流して、でその後なんかまあぐだぐだ喋ってて、1時間ぐらい星のコーヒーいたっけな、1時間ぐらいいたね、結構いたよね、結構いた、うん、そう、だらっとぐだっと話して、そろそろ時間やばくないってなって、そうそうそう、じゃあ花だこ行こうってなったんだよね、そうそう、皆さん花だこご存知、超有名たこ焼き店、そう、いやなんかすごかったよね、花だこめちゃめちゃ並んでて高架下まで並んでた、並んでたね、あれ高架下って言うんだ、高架下っていう、そう、絵の電車のさ下のとこ、そうなんかさ、あの、うん、あここ列だって並んだらさ、あの、あちらですよって言ってさもう通路挟んで逆側にまで列並んでてさやばかったよね、なんでこんな人いるとと思って、金曜日だったのに、そう金曜日なのにこんな人いいんだと思ってさ、うんうん、なんか目の前のお兄さんとかがさすごい、あ、ここですよみたいな教えてくれてるわざわざね、そう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 、あ、すいませんすいませんねっつって、田舎者丸出しでね二人でね、あ、ここかーみたいな、そうそう、そうこんな並んでるんですねみたいな話をし、ったそうして、うん、で、まあ、2人でこう花だこ並んでて、うんうんうん、いやおもろかったよね、面白かったね、花だこ立ち食い形式だったんですよね、
そうそう、立ち食いだったのか、で、うん、なんだろうね、カウンター、そうか、めっちゃちっちゃいカウンターがあって、うんうん、そこに並んでて、そうそうそう、なんか隣のさ、なんか少女がさ、うん、幼女かな、うん、幼女がさ、なんか普通にさ、iPhone をさ、うん、窓ガラスにベターッつけてるからさ、え、何してんだろうと思ったらさ、目の前のお兄さんがさ、たこ焼き焼いてる姿を撮ってるわけね。めっちゃ撮っちゃってね。はーっと思って、これ YouTuber だわと思ったの。確かに。姫たちちょっと端っこの方だったから、見えづらかったんだよね。うんうん、うんうんうん、そうだから、あ、なるほどね、たこ焼き焼いてる姿を撮ってるのね、 YouTuber だわと思って。 YouTuber だったわ。そう、今時の子すごいよね。私の iPhone よりもさ、ちょっといい iPhone 使ってたもん。え、そう、そこまで見てなかった。ほんと、私 SE2 だからさ、カメラがさ、うん、カメラが1個しかないけど、最近の iPhone ってカメラ3個ぐらいついてるでしょ。あ、姫の2個ついてんだ。嘘、最近の3個よ。私らが組み合わされば、もうこれで3個。最新の、やっと幼女の、やっと幼女の。最新の iPhone になっちゃったってこと？そう、そう、すごい。あれはすごいね。プロっていうの。え、プロ仕様なんだ。うん。結構前からって書かれてるわ。嘘でしょ。嘘だよ。おかしい。SE2 もさ、うん、画面割れてないからまだ使えるやろと思ってるんだけどさ、かれこれもう、うん、5、6年ぐらい使ってるから。5、6年は長くない？ 5、6年使ってるの。やばいよね。でも iPhone って結構持つだよね、うん、そう、ね、なんか持つし、なんかいいかなって思って。高くない iPhone？ 高い！パソコンよりするよね、あれね。でもちっちゃいパソコンってか、今ちょっといいパソコン買えちゃうんだよね、あれね。そう、もったいないわ。そう、だからもったいない。いや、そろそろ新しいのにしたいんだけど、ちょっとiOS の更新できなくなる。嘘でしょ、終わったわ、もう。え、お金ないから。そんなのあるの？あんま使えないけど、もうちょっと考えなきゃなと。ねえ、思ってば。次、9月新しい iPhone 出るわよ。え、そうなの？じゃあ、2個前ぐらいの iPhone 買うわ。あ、最高。ちょっと型落ちがいいのよね。わかるわ。ちょっと型落ちしてる安いやつ買わないと。わかる。高いもの。でもでも iPhone って型落ちしてても全然問題ない。え、問題ないでしょ、だって、ね、ぶっちゃけ性能に差なんてないのよ、あんなものは。ない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 、なんか形が変わる。ちっこいやつがいいわ。あ、わかる。手がさ、女子手小さいからさ、今時の iPhone、まあ、iPad かみたいな。化粧エリガルがね、あれね。そう、なんか両手じゃないやつ欲しいよね。わかるわかる、姫の iPhone いいよ、ちっちゃいよ。あ、そうそう、見せてもらったやつね。そう、なんか神妙なさ、充電できるやつでしょ。あれな、ワイヤレス充電よ。なんか充電器がさ、なんていうの、うん、あれ、ケースにカシャンってつけられるやつ。そうそう、磁石でね、パチってつくとよ。うん、なんかすごい充電がそれでできてんだけどさ、その充電器をつけてるからさ、とんでもなく姫野のアイコン重いのよ。そう、もうずっと飛行機で携帯触っちゃったからさ、充電なくて、つけてたらチーム用って言われた。うんうんうん、そう、何それはと思ってね、びっくりしたわ。あんな最近のものがあるのねと思って。そう、あ、そう、マグセーフ、マグセーフ、マグセーフっていうの。そう、すごいね。あれ便利。そうそう、コードレスだからさ。コードレス、うん、でもなんかあれだったね、花の子のさを見て、すごいなんかテレビがね、いたりとかしてたよね。あ、だからだから、なんかすごいギャル、うん、大阪のギャルですって感じの人が、うんうんうん、イエーイって花だこに来てまーすみたいな。そう、あれに映らないように必死こいてたわ。私もメニューで顔面を隠すというね。そう、でも姫のメニューで顔面隠しつつちょっとピースしてた。やばい。映るかもしれない。バレるやん。バレるやつ。ちょっとピースしてるのいたら姫です。そう、あれね、びっくりしてね。わかんない、 YouTube なのかテレビなのかわからないけど、テレビっぽくなかった？もうテレビっぽかったよね、なんか ね、大阪のギャル。そうそう、大阪ギャルのテレビ。大阪のギャルでーすみたいな感じだったよね。ね、爪めっちゃ長かったね。めっちゃ長かった、すごかったよ、ね、なんかマジ。そうそうそう。もう妖怪かなぐらいの長さだったもん。なんか、すごいウルヴァリンみたいになってた。な、ウルヴァリン級の、なんか爪。ウルヴァリンって何？爪が長いの、シザーハンズみたいな。調べてる、調べてる。え、ウルヴァリン。これ、こんな感じだった。強さやったね、確かに。そう、ウルヴァリンの爪だった、あれは。そう、完全に。長かったわ。長かった、長かった。ねえ。で、最終的にたこ焼き食べた後に、うん、たこせん食べたんだよね。めっちゃ美味しかった。出た、たこせん。美味しかったね。
で、タコせんをどうやって食べようかって言って、うん、でもなんかあの店の前で食べようとしたらちょっと怒られて、そう、ここダメなんですよ、ここダメなんですって言われてじゃあ我らはどこでこのタコせんを食べればいいのかと思い、そう、食べ歩きだけだったんだってね、駅前に行ったよねそう、もろ駅前、てか駅中、駅前、駅中、あそこ何、駅中、駅中、阪急の駅中かな、駅中だね、駅前、まあ、改札よりもちょっと前ぐらいの、うんうんうん、なんか人がいない柱のところまで行って、うん、柱で食べてたんだけど、姫野がビニール袋に包まれてるタコせんなのにマジで食べるのが下手くそすぎてどんどん口からこぼしていくの、口じゃないよ袋かな、わかんないんだけどすんごいこぼすのマジで、違う、あの噛んだらはみ出てくるの、うん、タコせんって、いや食べて、私も食べてるからさ同じものをね、わかんない、すんごいボロボロで、ボロボロ落としてる。立ちながら食べるの苦手なの。そう。でもさ、椅子がないからさ、なんかほらね、地面で座り込むことはさ、我ら大人だからできないからさ。できない。そう。これでちょっと中学生ぐらいずつちょっとやってたわ。やったな。あ、高校生まででもやってたわ。うん、なんかね、まだ座れる。いや、多分ね、制服着てたらなんかまだワンチャンさ、やれるね、制服の力でやれるかもしれないけどさ、やれるやれるパラン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 落とすからさ、それをひたすらティッシュでさ、もう食べちゃいなさいって言ってひたすらティッシュでさ取ってさ、床に落ちたやつね、取ってもう食べちゃいなさいって言って食べさせて、でビニール袋ね、そう、汚いビニール袋、もうソースとマヨネーズぐちゃぐちゃになったビニール袋もらって、それをその中にティッシュ詰めて、でパッて顔見たらさ、鼻にマヨネーズつけてんの。え、どうしてそんななるの、鼻にマヨネーズ。でも鼻のさ、ちょうどなんかの先端の部分にさ、ちょんちょんってマヨネーズついてさ、そんな漫画みたいなことあると。違う、違う、だって袋で食べてたでしょ、袋にマヨネーズがついてたら、うん、多分鼻にもつくのよね。わかんないよ、だって私も普通に食べてたもんびっくりしてさ、ティッシュ新しいの出してさ、あら、鼻にマヨネーズついてるわよって絶対取ってあげてさ、取られた、そう、取ってさ、もうちょっと待ってて、食べるからねって言って、食べ終わった姫野のゴミを手に持ちながら私もタコせんを食べ、預かってもらったで、それでそのビニール袋にあの姫野のゴミも入れて、入れてもらった、まあ、ゴミ箱にね、捨てたんだけど、捨ててもらったいやー、なんかマジでね、鼻にマヨネーズつけてるやつ初めて見たよね。え、意外といるって、どこそこいるがいないがいるあんなにこぼした後に鼻にマヨネーズつけてるオチまで持ってくれて、こいつは関西人なのかそうで、荒野の親子侍になっちゃう、本当にいや、びっくりしたか、本当に姫がこぼしたら姫が拭くわ、そう、こぼさないわビニールついてんだ、みゆみゆさ、カバンの中にティッシュ入っててさ、めっちゃ出してくれるんだよティッシュね、死ぬほど入ってるからね、はい、このティッシュ、はい、これティッシュあ、うわってティッシュとバンスボーコーとハンカチはね、3点セットめちゃめちゃ入ってるからね、よかったね、あれね、ティッシュあって、ティッシュとか持ってない、ハンカチしか持ってないわ、ハンカチでさすがにね、床のたこ焼き拾えないもんね、うん、拾えない、あ、そう、ティッシュなくなったのそうだよね、そう言ってたよね、ティッシュなくなっちゃったっつって、そうだからティッシュに包まれてたのよね、そうだから、ティッシュをそれで最終的に今捨てて、手洗って、まだちょっとご飯の時間まで時間あるねってなって、うんうん、それでカフェ行ったんだよね、カフェ行った、あれどこのすごいよね、金曜日、うん、あ、なんか花だこの前のとこ、やばい、記憶喪失、嘘じゃん、あの阪急の中のさ、はい、アフタヌーンティーとか行こうかとか言ってたんだけど、はいはいはい、なんかめちゃめちゃ混んでたじゃん、あ、やばかったやばかった、思い出した思い出したそう、だから金曜日なのにこんな混むことあると思って、みんな仕事休んでたわ、うんうん、ね、すごいよね、めちゃめちゃ混んでたんだよね、阪急、ね、誰もいねえかと思ったのに、うん、なんかね、結構すごい混んでて、で、諦めて、うんうん、ちょっと花床の前にカフェあったからそこ入ろうかって言って、うんうん、戻って、また買いに行くじゃない、うん、で、それで、じゃあ席取って、じゃあか、じゃあ食べに行こうかみたいな感じで、うん、やってたんだけど
いやなんか私普通に多分なんか紅茶多分なんかアールグレイかなんかを頼んで姫何にするって言ってたらなんかいちごのヨーグルトだっけ。そうヨーグルト、いちごヨーグルトみたいなのが美味しそうなのが季節限定のがあってそれをね、うん、頼みましたね。うん、でもその前にさ最初にいちごミルクがあってさいちごミルクにするってすごい死ぬほどでかい声でさ店員さんにさいちごミルクにしますって言った後にさはいいちごミルクですねピッピッってさお兄さん打ってんのにさそうやってあっちょっと待ってくださいえ店員さんと私もえってなってすごいでかい声でさちょっと待ってくださいみたいなすごい勢いで来るから何って思ったらこの期間限定のいちごヨーグルトでお願いしますみたいなあはいみたいなだってヨーグルトがさあったんだもん店員さんもびっくりした顔をね いたの。美味しそうな宣伝があるじゃんね、ゴロッといちごみたいな感じだったのそうすごい美味しかったそうよかったそうまあそこで欲望に忠実にねそういちごヨーグルトを頼み、うん、美味しかったぼーっとこう2人でこう食べてたらそうあれそろそろお店の時間じゃないってなったんだよねそうお店の予約5分ぐらい前に、うん、あれと思ってなんかマップ的に見るとさ5分ぐらい遠くなさそうだったよねそれこそ5分で作ったよねあそこねあ、いけるいけると思って、うん、で2人ともなんかそこまでなんか駅以外のところの土地勘がないからない、ね、まあでもとりあえず Google マップ見ながら行こうみたいなうん感じになってでもちなみに私が5分前だなと思って出た時に姫の方はあと35分前だと思ってるでしょ思ってたそうなんか私がえそろそろ行かないとやばくないって言ったらえ全然まだ余裕だよって言うのよでえ本当にと思ってえでもなんか5時って言ってたよなって思ったんだけどなんかあじゃあ近いんだと思って姫に任せてって言うからさそれでで、なんかその時に、え、姫もうさすがにちょっとまずくないみたいな、うん、もう時間過ぎそうだよって言ったらえ、なんで ?5 時半だよねってえ、待って5時ってあんた言ってたよねみたいなえ、嘘って予約見直したら5時でさそう、おかしいな5時って自分でしたよなと思って予約取ってくれたのがさ、姫だったから、うん、予約取ったのそうで、うん、姫に任せてって言うからさあー若任せたと思ったんだけどなんか、まあ、5時半だと思ってたら5時でやべえやべえよ電話しなきゃって言って電話し始めるんだけど、まあ、猫語がさあまりにもきついからさ5時に予約してた店長いいんですみたいになってるじゃん違うでなんかちょっと電話の時に激しくなるんだよねそう5時に予約してたーってそんなんじゃないもうちょっと都会な感じだったわいや全然都会じゃなかった5時に予約してたテンションいいんですけどーって言ってたらなんかいやもうあの店員さんおそらく電話口だから私あの離れて聞いてるからさなんでこの子こんなに5時に予約してテンションいいんですって3、4回言ってんだろうと思ったらようよう考えたら多分店員さんがね聞き取れてないのよねあまりにも猫弁きつすぎてちょ5時に予約してたあの5時に予約してた店長いいんですけどーみたいになっていやもうそっくりだ猫語きつすぎてさ店員さんもさもう一回お願いしますみたいな感じになってたみたいでめちゃくちゃゆっくりあすいません5時に予約してたいやすごいゆっくり言ってやったわそうゆっくり言ってやったじゃねえのよもう聞き取れないんだろうなと思ってかわいそうだなと思ってそうそうリスニングテストだよね本当に頑張れいや猫犬準2級ぐらいのやつだったかもしれないそうでそれであの皆さん10分ぐらい遅れちゃいますと、うん、まあ多分 Google マップ見る限りは10分ぐらいだなと思って私たちも10分ぐらいって、うんうん、あ分かりました大丈夫ですよって言ってくれたみたいなんだけどなんかね Google マップがさぐるぐる回るんだよねそう梅田なんか Google マップ全然聞かなくてうん磁場かなもうなんかすごいよねそうだろうもうダメダメ全然わかんなくなっちゃった。ミミと姫でどこいる場所が違うっていう。うん、なんかね。向いてる向き間違う。全然
そう、向きも違くて二人で一緒のとこ見てるのに、うんうん、なんか全然なんか GPS があっちょこっちょ行っちゃってそうで現在地もあっちょこっちょ行っちゃってそうだから、どうしようかってなったら、うん、ちょっと待ってみたいな何って思ったら人に聞いてくるって言うからえ、何人に聞いてくるって言ったかと思ってあ、分かったって思ったら人に聞いてくるいきなりその辺歩いてる、まあ、第1回目はお兄さんかな、うん、お兄さんにすいませんここのチーズのお店に行きたいんですけどって言っててえ、そこのチーズのお店って言ってさあのお兄さん分かんなくないみたいなちゃんと地図見せてたのここだよってここのチーズのお店ってここをね指さしてたのいやでちゃんとねやっぱ関西の人だなって思うのがいやもう地図は分かってもチーズの店は知らんけどってみんな言ってたよもういやチーズの地図は分かってもチーズのお店は知らんけどって言ってていやそう言うよねみたいなもうって思ってでそれで慌ててかけようって私反対方面にいたんだけどあすいませんあのここのここの多分あのドン・キホーテの近くのお店だと思うんですけどみたいな走ってきたビュービューがそうじゃああーそれだったらねあっちだよって言ってうちらが進んでる逆方面を指してくれたんだよねそうなんであっあれそっちだと思ってありがとうございますって言って、まあ、それでそっちの方面向かったんだけどどんどん GPS 逆に行くんだよそうしかも時間はどんどん増えていくのよそうなんかなんで浮かせ教えがって到着地点までそうなんか例えば最初3分って書いてあったのが、うん、13分ぐらいになってそうそうそうそっち方面進んだのに13分になっちゃったなんでと思ってやっぱさっきだったんだと思って田舎者だからって言ってと思ってねそうそうそうでまた戻ってそうで今度はおばさんに声かけた一旦外出たのよねそう、一旦外出て、駅の外出ておばさんに今度は任せてって言ってまたこの地図に書いてるチーズのお店に行きたいんですけどって姫野が言い始めてもうおばさんもびっくりしててえ、あんたたちこれチーズじゃないのって言ってあ、これ Google マップだよねさ、わかんないのって言われてそれがわからないんですよって言ってあのそれがわからないんですこちらこの駅周辺に入るとぐるぐる回ってしまってって言ったらあーせやなーみたいなめっちゃ優しかったねおばちゃんねそうやっぱこういうのはな人に聞くに限るんやわみたいなそう言い寄ったそうって言ってて、うん、でおばさんが言ったのは、まあ、今度は斜め逆方向だったのねそう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 であれさっきのお兄さんとも違うし、うん私たちが進む方向とも違うしあれどこだってって思ってまた、うん、じゃあもう これでもう行こうって言って、うん、またおばちゃんの方面に進むんだけど、うん、これまたね合ってないんだよねそう GPS 外に出てるはずなのにまた違う方向に進んでんだわ、うん、そうでってなって、うん、えどうしようもうそろそろやばいよそろそろやばいよってなってで信号待ちしてたんだよねちらねそうそしたらでそしたら、うんうん、タクシーがいたのよねそうでタクシー拾って、うん、すいません姫野がすいませんこの地図に書いてあるチーズのお店行きたいんですけどって言うからもうおじさんももう住所言ってくんなら分かんないよってなってまあそりゃそうだよと思ってそうあじゃあもうあの今から住所申し上げますんでって言ってちょっと止まってもらって、うん、で住所行ったらあんたこれ阪急の後ろだよって言われてもうそのまま信号渡って後ろ行ったら着くからって言われてえでももう30分ぐらいさまよってるのもう着けないって言ってそうもう姫普通にもう疲れてんだろうねもうだんだんねあのおじさんにだけもうだんだん敬語が使えなくなってもう無理だもんもう行けないの40分も歩いてたしもうできない行けないよって言っててえさっきのお兄さんとかねおばさんとかの普通に一般人の方にはちゃんとすみませんとさらにもうだだこね始めてたんだもうできない行けない見てないよそうって言うからあもうじゃあ、分かったと思ってあのすいません、もうお金お支払いできますんでもうそのまま行ってもらっていいですかって言ってで、でもこれちょっと遠回りになるよってあ、もう遠回りでもいいですもう歩けないんでってもう歩けないもう行けないってなってるめちゃんもう行けないねって思ってもう
もう行ってくださいって言って、で行って行ってもらって着いて、うん、でもうちょっと店名はちょっと一瞬忘れちゃったんだけど、うん、そこに、いや、よかった、この付近でこの建物じゃなかったらこの反対の建物だからって言われて、わかりました、ありがとうございますって言って支払って、で出てるじゃない、うん、で、姫がやっと着いたって言って、この建物じゃないって言い始めて、私も予約したわけじゃないからさ、もう店わかんないわけよ。だから、あ、そう、姫自信満々にその建物入るからさ、あ、よかった、ついてと思って。で、確かにそのチーズのお店ね、もしかしたらチーズのお店行きたかったんだけど、チーズのお店あるんですよ。8階かな、8階にチーズのお店あって、そう、あ、よかったねって、エレベーターで上がろっか、うん、チーズのお店あったねって言ってついて、で、そう、自信満々に入っていくじゃない。で、すいません、待たしちゃって、5時に予約してた、テンションいいんですけど、だからお兄さんちょっとみたいな顔してて、おい待って、ちょっと待って、なんかちょっと店名私が調べたのと違うと思いながら、でもまあこんなに自信満々なんだから多分大丈夫だろうと思って、ちょっと待ってたら、すいません、店長員さん、ご予約これ違うお店ですねみたいな、自信満々に予約画面見せつけてるんだけどさ、どう見てもさ、そのお店自体はひらがなのお店だったんだけど、私たちが予約したのはアルファベットのお店で、で、もうちょっとこれもう終わったわと思って。だってさ、チーズのお店は何箇所もないよ、うん、いや、あるよ、梅田だもん。私たちみたいな田舎の民ではね、チーズの店は1個しかないかもしれないけどね。田舎だったら、人に聞くときお店の名前出したら全部わかるんだよね、うん、そうそう、で、なんかそれで、あ、やっと着いたねってなってたんだけど、もうなんか諦めようと思って、で、とりあえず私もう膀胱がね、もう本当におもなしの限界だったので、ちょっと私トイレ行ってくるから、もう今お店の人に電話して、こういう建物にいるんですけどどうしたらいいですかって、行き方教えてくださいって、もしキャンセルできなそうだったら行き方教えてもらっていいんですもらっていいですかみたいな。で、お店のね、ちょっとお尻も決まってたんだよね、そう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 、何時から何時までですみたいな、次人来ちゃうんでみたいな感じだったから、ちょっとお店の人に、うん、相談しておいでって言って電話したら、うん、で、したら、まあ、トイレからもう本当に限界だったんでね、よかったもんと漏らさなくてね。でもすごいね、そのお店の人優しくて、姫が、うん、あ、もしもしすいませんって電話して、5時に予約してた店長いいんですけど、道に迷っちゃって全然違うお店に着いちゃってって言ったら、すごい笑って大丈夫ですよって言ってた、うん、うん、そう、気をつけて帰ってくださいねみたいなことまで言われちゃってね、もうね、120% ね、うわ、田舎のやつ、あいつな、40分も来ないで、さまよつらしいぜって、もう、大変、40分歩いて、本当に、40分も歩いてさ、着いたお店、違うお店なのって思わないじゃない。びっくりした、マジで初めての経験だった。そう、見て言ってたけど絶対嘘と思いながら、いや、ガチ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 、そう、40分梅田ダンジョンを歩いて、しかもタクシーの運転手さんにもさ、うんうん、すごい、あんたたちどこから来たのって、あ、どこどこですみたいな、うん、おー、そうかみたいな話をしてさ、そう、今日のホテルも不安だわって話をしたら、うん、そう、うんちゃんがね、うん、どこに泊まるのって聞いてきたから、尼崎って言ったら、はぁ、尼崎みたいなこと言われて、いや、だってさ、これ関西住んでる方わかると思うんですけど、うん、大阪なんですよ、私たち梅田なんですね、うん、なんですけど、彼女がホテル予約したのなんか兵庫県なんですよ、尼崎ってだから、はで、私もその時尼崎って初めて聞いて、えぇ、ー、みたいになって、あんたなんで尼崎にホテル泊まってみたいな、でもこっからだと電車で何分だからみたいな、いや、そうだけどさみたいな、15分くらいで着くのよね、近い、まあ、特急乗るとね、そうそうそう、で、うん、なんで隣の県にしたんだろうっていう話をとりあえずこの辺にもこうやってあるのにみたいな感じで、ずっとなんか私とタクシーの運転手のおじさんと、え、なんでみたいな、え、ってか、あんたそれ行けるんかみたいな、なって、おじちゃんが心配してくれて、それで、これは阪神線だよって言われて、うんうん、尼崎に行くのは、うん、阪神線
ってなってるじゃん。で阪神線はね、おじさんが阪神線はね、この建物の裏の下のところに行くんだよって言ってて、あーあの建物は分かったって言うけど、絶対どの建物か分かってないのよ。分かってないけど阪神線分かったって言って、その後姫、あの時分かってたのって聞いてね、分かんないけどとりあえず言っといただよなーと思って。上見たら書いてあるから行けるのよね。うん、でもあれでしょ、あの阪神線乗った後にさ、おばさんにまた聞いたんでしょ。おばさんに聞いた、これは尼崎に泊まりますかって聞いたら、すごい優しく教えてくれた、うん、あ、ここね泊まりますよって言って、尼崎に着く時もトントンって教えてくれて今ずっと携帯見てたからもうさ、おばさん気が気じゃなかったと思うよ。尼崎着いたけどこの子降りないのかしら最後手振って別れた。やば手振って分かれてる。もうね、あのもうすごかったの。とにかくあの関西の方ね、本当に優しい優しいよね、本当に。なんかあのなんかみんながね言ってるのね、うん、なんかこの間の雑談とちょっと話違うって言ってくる、言ってるよ。言ってない言ってない、この間の雑談はうん、ここの話してないから。あ、そうそう、ここ以外は地図、うんうん、あの上の標識見れば全部行けるところだったから大丈夫だったの。そう、でもね、本当にね、あの大阪の方優しくしてくれて本当にね。で、それであの、あの新しいチーズのお店もすいません、今から入れますか、あ、1時間ちょっとだったら入れますって言われて、あ、1時間ちょっとでいいんですって言って、うん、そうそうで入れてもらって、入れてもらって、うん、でチーズ食べたかったからよかったねって言って、うん、でお酒飲んでチーズ食べて、うん、で出てきた。そう、美味しかった。あの後どっか行ったよね。どこ行ったっけ。いや、あの後あまりにもちょっと君がね心配すぎて、うん、とりあえず一緒にいる間にコインロッカーの位置確認しに行こうって言ったんだよ。ああ、そうだ。でコインロッカー確認しに行って、うん、目の前にマクドナルドがあって、うん、うん、でもその前にスタバに行ったんだよ、うん、あ、スタバ行ったわその前にそマックがあるところにスターバックスがあったんですね。 あったで、うん、そう、センキューさん、スーパーチャットありがとうございます。ありがとうございます。ポーしてないまでと思ってました。してません。いや、ポーしてんのよそうで、スタバにね、うんうん、行って、で、うん、ちょっとなんか私の新幹線が残り30分ぐらいだったんで、うんうんうん、まあちょっとスタバ入ろっかみたいな、うん、でここにいればコインロッカーの位置近いから大丈夫だねって言ってて、でスタバ入って席ついてよかったねじゃあ注文しに行こうかって言って並んだら、なぜか席から動かないから、何があったんだろうと思ってどうしたのって声かけたら、ごめんミューミュー、マックシェイク飲みたいって始めてマックシェイク飲みたくなっちゃったねってなってもうマックシェイク飲みたくなっちゃったかと思ってそっか、分かった、じゃあもうマックシェイク飲み行こうって言ってトイレ買ってなかったから、席ついただけだったから、そうそう、だからあ、じゃあもうマックシェイク買いに行こうって言って、で、いや大丈夫、スタバでそんな大きな声でマックシェイク飲みたいとか言ってないから、すごい小声でメミニューマックシェイク飲みたくなっちゃったでよって飲みたくなっちゃったんだよね。マックシェイク、トイバカさん、スパチャありがとうございます。ユミが呼んでくれたわ。アドナさん、スーパーチャットありがとうございます。そう、なんか、そうで、マックちゃんも出ようかって言って、うん、スタバ行って、うん、で、なんかお腹いっぱいって言ってたのに、ポテトの S まで頼んでて。だってバスク行ったらポテト頼まんと失礼やろ。そう、吉野さん、スーパーチャットありがとうございます。Thank you! そう、なんか、それで、ね、2階席があったんだよね。あった。私がアイスティーで、で、姫がマックシェイクとポテトのエース頼んで、で、上がってったら、まあ、そりゃまあ、めちゃめちゃ混んでるんですけど、まあ、座れて、よかった、食べようとした矢先、とんでもない音に聞こえるモスキート音すごかったよね、あそこね。キーってずっと鳴ってた。あれ、なんで鳴ってんのかな。あれ、多分ね、あの、8時とかだったんだよ。うん。で、その時に多分子供を寄せつけないために、鳴らしてるんだと思うんだけど、そう、私たちあの動物の耳なばっかりに結構聞こえるんですよモスキート音が。めっちゃうるさかったね、そう、本当に、さよくしゅさん、ありがとうございます。お賃金頂戴いたします。Thank you。 そう、だからすんごいキー
みたいな、ピーみたいな。でも結構みんな誰も気にしてないし、都会の人これがそうすごいねと思って、なんか中高生とかも普通にその場にいるのに、誰も、え、なんかうるさくないみたいなのも言わないで、普通に、ね、で私たち最初その席がやばいと思ったんだよね。そう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 。で、違う席に移動しようと思ったら、どの席でもやっぱりキーンってなってるから、うん、超うるさかったんだよね。なんだろうみたいな。そう、びっくりしすぎて、で1階に降りて、うんうんうん、でもう立ち食いだよね。そう、大阪立ち食いめっちゃ多いとよね。そう、ガイさんスーパーチャットありがとうございます。Thank you。そう、びっくりしたよね。ねえ、立ち食いして、うん、でその後なんか堅くなに姫野がね、なんか自分の姫何で来たっけ、リュックだっけ？ね、リュック、ちっちゃいリュックで来た。そう、ちっちゃいリュックと一緒になんか紙袋を持ってて、で。なんかその席とか座るときにね、ああ私があの最初の星のコーヒー奥の席、要はソファー席座ってたんで、うん、あの荷物もらうよって預かるよって言っても固くなに、これは大丈夫って言っててでもなんかその時ぐらいから若干察してたんだけど、これなんか用意してんだろうなと思ってそう察してたんだけど、そのマッチの時にすごい申し訳なさそうに、みーみーごめん、なんか大きいし荷物になっちゃうかもしんないし重たいんだけど、みーみーご飯好きだからって言って渡された瓶なんかすごいなんかね、あの炊き込みご飯の素あれでマジで美味しいんだよ。あと味噌、そうまだ炊いてない。そう、味噌と炊き込みご飯の素と、うん、おやつ2種類なんか美味しそうなやつ。そうそうそう、え、森さんスーパーチャットありがとうございます。そうだからもらって、そうそうごめんねって言いながら、そうそうくれて、ありがとうって言ってで最終的に、あ、もうちょっとさすがに電車の時間やばいから、うんうん、出なきゃってなって、うん、でそこで大丈夫、本当に大丈夫ね、阪神線はね、阪神線はその下よみたいな感じで、めっちゃ言われた。そう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 、そこよって言って、分かんなかったら人に聞くんだよって言って、で最終的に私はあの大阪まで帰って行ったという、佐野清さん、スーパーチャットありがとうございます。Thank you。 ね、あのそんな大阪旅行でしたが姫野さんいかがでしたか？なかなか楽しかったですね、刺激的な出会いもありひかるさん、スーパーチャットありがとうございます。 Thank you。 いやおばさんよかったね。なんかその後さ、連絡が来んかったからさ、あのしばらくね、しばらくってかもう30分くらいだけど、30分くらい来なくて、え、この子乗れたのかなと思って私もあの新幹線乗るときに、今日はありがとねみたいな、新幹線乗れたよって言って LINE 送って、でリルさん、スーパーチャットありがとうございます。 Thank you。 そう、それでその後ね、あのおばさんに教えてもらったよって LINE 来たもんねライン何て来たんだっけ。え、ちょっと待って、なんだっけな、ちょっと待って今見るわ。あ、センキュー。尼崎駅行き無事に乗れたよ、ピエンの顔文字ホテルもここなら近いっておばさまに教えてもらったので無事帰りつけそうです、遠くからありがとう、キラキラ次楽しみにしている、鼻息の顔文字ふんそうっていう、そう、LINE のやり取りしてそうそう、で、なんかよくわかんないけど私、この尼崎行きの大阪梅田から阪神にはこの電車に乗るんだよみたいなスクショまで送ってんの来た来た来たここだよって。そう、サドさん、スーパーチャットありがとうございます。そう、なんかいやおもろかったね。あー面白かった。で、次遊ぶ約束もしたのよね。そうそうそう、なんかなんだかんだ、あ、でも今年入ってからは会ってなかったよね。会ってなかった。あれ、え、いや、会ってないよ。最後に会ったの去年のあれ何月だったっけ。夏、秋じゃなかった。なんかちょっとレビューしてちょい過ぎぐらいかじゃなかったっけ。そんぐらいだった気がする。結構早めだったよね、会うのね。10月11月ぐらいか。ママと3人だったもんね。そうそうそう、その時の話でどこでもしたことないよね、あんま。あ、そういえばしてないわ。オリムラスさん、スーパーチャットありがとうございます。ありがとう。なんか、うん、なんだろうね、あの遠い忘却の彼方。そう、あ、なんか、うんうん、姫野が友達と遊びに東京行く予定があって、あ、そう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 、だからこの日に来るからつってみんなを呼び寄せたのよね、姫野の友達の駅の近くに。
しかもママ結構さ唐突だったのに来てくれたよね。そうそう、あれね、あれどれぐらい前に誘ったっけ。1週間2週間1週間ぐらい前よ。1週間ぐらい前よ。あきらさんスーパーチャットありがとうございます。ワボーローさんスーパーチャットありがとうございます。あ、そうか、今日デビュー10ヶ月だって。何でも気にしないで5日に撮ったね。おおおめでとうございます。おめでとうございます。忘れてたねえ。あ、全然5日にした理由全くないんですけど。ねえ、なんか空いてる、はい、って声かけたら5日空いてるって教えてくれたのね。そう、この人この日だよみたいな。そうそうそうそ う, そ う, そ う, そうじゃあ5日でやろうって。あと2ヶ月で1年。そう、なんか先週がちょっと難しくて、で今週にしよっかみたいな話だったね、うんうん、ね、ゲームもやろうね、ゲーム。あんた酔い大丈夫なの。え、大丈夫。え、あれ終わらせんといけんのよ。あの怨念、怨念、怨念ずっとディスクトップにおるわ。気持ち悪い。そろそろちょっと消したいわ。ねえ、ちょっと気持ち悪いよねこのアイコン。これね、いやだ、怨念終わらせんと。ねえ、ちょっと近いうちにまた怨念をやりましょう。そうそう、うん、ちょっと怨念、夏だしね。だからちょうどホラゲ。体調はどうなのよ。ミミューの体調は、そう、なんか 3つ目の病院に行けると、なんか喉があまりにも治んなすぎて、途中アレルギーって言われたから、うんうん、アレルギーの薬飲んでたんだけど全然治んなくて、で、そしたらなんか、うん、喉全体がめちゃめちゃ炎症が起きてて、なんか血腫、なんか血の塊が、そう、できてるらしくて、普通にやばいじゃん。そう、でもね、それなんか放置したりとかずっとやると、うん、なんかね、あれになっちゃうよみたいな、ポリープとか生体建設になるから、有名なやつだね、気をつけてねみたいな、そうそうそうって言われて、うん、まあ、あ、大丈夫。大丈夫ではないな。え、薬もらったと、それ。うん、もらったけど、なんか、うん、ミュリアのいつも飲んでる薬があって、それとの飲み合わせが最悪らしくて。最悪じゃねえか、全部。そうそう、だから、あ、ダメじゃんと思って、うん、だからそれやると、うん、あ、ちょっとこの薬ダメですねみたいな、そうそうって言われちゃったから、なんかね、優しい薬しかもらえんのよ。そう、飲み合わせがダメですみたいな。そう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 。喉使いすぎるなね。ね、お互いに気をつけて参ろう、これは。喉問題ありますから。ねえ、配信してるとどうしても毎回毎回声出しっぱになっちゃうからね。うんうん。姫もだってこの間、なんかめちゃめちゃ辛そうだったじゃん。そう、姫のでも、あれは原因は分かってるから。うん、ああ、よかった。そう、原因が分かってるとね、なんかいいよね。そう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 、一日中カラオケにいたからさ、それで喉をやっちゃって。なあ、まあでもね、婚姻関係って要は出さなければ治るものなので、まあ、出さない、無理な出し方をしないかな。出さないが一番難しいんだよな。まあそれはそう。そう、ソさん、スーパーチャットありがとうございます。ありがとう。ほんとこんな感じなね。え、そう、なんかタロットで土日に何もしない日を作ろう。でもきっとタロットだけじゃなくてもね、あるんだかもね、うん、なんか休もうだよね。今これを見ている方もね、ちょっと無理はせずにというところだと思います。本当ですね、しっかり休んでください。ビービュー。あ、そう、私もね、うん、あれ、そうそう、はい、次ね、遊ぼうねっていう話をね、うんうん、今進めて見て。そうそう、進めてないか、進んでて、うん、進めて、勝手に2人で進めてて。そう、まだちゃんとは話してないけど、さっきぼやって決めたのよね。そうそうそう、うん、それもね、またみんなにお披露できたらいいなぁと思う。またコラボ配信でこんなことがあったのよってお話ができればいいなと。う、ね、うんうんうん、今度は ね, やばね、泊まりがけで、うん、あ、そうそうそう、さすがにね、もう日帰りきついわ。きつい。そうね、結構体が普通に遠いところから来てもらったもん。まあでも、うん、まあそうね。え、でも次行くとこ、姫また飛行機じゃない。でも姫どっか行くとき基本飛行機になるから。あ、そうね、うん、まあまあそうよね、うん、猫界ちょっと遠いからね。そう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 。え、でももっと遠いとこも行きたいな。上、一番上、北海道。うん、そう、北海道何しに行く。カニカニ、何見に行く。カニカニ、カニカニ食べに行くの。そうそう、カニ鍋食べたくない。北海道、あ、いいよね。北海道行ったことないんだよ。北海道でもカニ食べるとしたらどこら辺がいいんだろう。なんかいっぱいあるじゃん北海道。ここがいいよ、函館とかさ。それは知らないな。でもあれよ、あの、絞ってかないとね、北海道1週間かかっても回りきれないからね。マジ。え、なんか、マジマジ、農場行きたいわ、うん、農場。農場、うん、牛がいるとこ行きたいわ。
どこでもいそう、それチーズ、チーズチーズが食べたい、なるほどねえ、ウィスマさんありがとうございます、ありがとう。え、カニ、カニか、うん、カニで牧場か、うん、カニ牧場チーズ、これが北海道の旅のコンセプト。あ、分かった、カニ牧場チーズで、まあ牧場とチーズワンセットだと思うから、あ、でもどうしよう、どう行こうね、札幌、札幌にあるの牧場なんかなさそう、なんかあんじゃね、札幌は何でもあんじゃね、といてこいでしょとか、一番でもね、レンタカー必須になっちゃうね、任せな、本当にめっちゃ怖いんだけど大丈夫私運転できないよ、私運転できないよ、大丈夫、本当に大丈夫、大丈夫、あ、でもまあ車運転してるって言ってたもんね、そう、任せな、任せな、任せな、最後にぶつけたのはいつだったかな、やばいやつだよ、去年やばいやつ、やばいやつ、去年ぐらいだから大丈夫だわ、今年ぶつけてないから大丈夫とかじゃないのよ多分え、でも姫 は, はあの自損事故しかしたことないからまあまあそうね、自分で当てて自分だけしかね何もないんだったらまあまあいいかな、そう、自損事故しかしたこと、これ自慢なんだけど、自損事故しかしたことないの、いっそぶつかられてた方がさ、まだなんかまだ大丈夫かもしんない、そうか、北海道で牧場で、うん、牧場でカニ、カニカニ、当ててんだよねって言ってるママも、当ててない、どこがいいんだ、でもあれだよね、飛行機がさ、うん、泊まる場所、札幌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 の、観光、北海道の札幌の観光、札幌ね、うん、タラバガニ、タラバガニ、クマと泳いでるよ、それ多分旭山動物園なんじゃない、クマが、クマと泳いではないわ、クマが泳いでるね、びっくりした今、何言ってんのかと思って、あ、これクマと泳げるわけじゃないのか、クマと泳いでたら多分ひとたまりもなく殺されてしまうよね、サンケベツみたいな感じで多分それ、生きてぇなぁ、プラの、なんて思うんだろう、三重ヨシヒラ旭山動物園、あ、動物園行きたいね、でも旭山動物園ってこれ水族館じゃないの、これって、え、動物園なのに水族館とかある、え、の気がしてた、旭山、え、動物園は動物園よ、山動物園だもん、そうなの、旭山動物園ってさ、旭山動物園って水族館だと思った、動物園って書いてあるんだから、動物園だよ、ライオンとライオンがいるもん、ライオンとライオンがいるのね、オスライオンとオスライオンとメスライオンがいる、本当だ、伝えるのは命って書いてある、夏季開園、すごいわ、キリギリスフォントを使ってるわね職業病だよね、毎回声の見るときにさ、これはキリギリスフォントを使ってるわってなっちゃう、ならない、ならない、え、でもなんかさ、電車乗ってるときにミューゼプラチナムとかのさ、こうがあるじゃん、広告見たときにこれはパンダベーカリーとか思うよ、ならない、ならない、なるよ、なります、なります、ほんのにアザラシ館、子供牧場もこの牧場でいいんじゃないかな、ダメ施設案内、あ、フラペンギン館、あ、北極キツネ、北極キツネ見たいわ、アザラシ、レッサーパンダ、マヌルネコ、クジャク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 、どこでも見れないそれえ、見れない、見れない、クジャク見たい、ほんとに、うん、トナカイの方がレアじゃない、え、トナカイ、うん、え、トナカイ、トナカイすごいやん、オオカミある、オオカミ、あ、オオカミミユミユじゃん、オオカミの森、森行くか、ミユミユ帰ってこなくなんないでね、ここ行って、ここにね、うん、減られてしまうかもしれないここでチーズ食えないのかな、この牛とか飼ってないかな、無理か、動物園だから、いないな、ちょっといないね、でもカピバラ土出しそうじゃない、でもカピバラのさ、チーズ食いたいか食いたくないちょっと臭そうじゃないか、なんか臭そう、硬そうなんかちょっと微妙な感じするな、なあ、あ、オラウータンいるが、まあ、オラウータンの父も嫌だな、いや、オラウータン人間に近いから、いや、その母乳みたいな感じでは飲みたくないうふうふ
うふうふよ。まあなんかこう感じか。なんかいろいろあるね。ねえ、動物園静岡は行きたいね。最悪ツアーでもいいんじゃないか。バスツアーってこと？そうそう、もうなんか全部用意されてますみたいな。最高やな。はい、次こちらですみたいな。それが一番楽かもしれん。それが一番私たち迷わないんじゃないかな。あの飛行機で現地集合、現地解散みたいな。最高やな。ツアーってね、安いんよ。あ、そうやった？まあ、人数多いから、大人数料金でいろいろ入れるもんね。そう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 。ツアー、JAL ツアーとか。ね、旅行会社のツアーパックいいよね。ツアーありですね。北海道ツアーするか、カニも入れてもらって。多分あんじゃないかな。なあ。北海道。あ、姫結構旅行行ってる方だけど、ツアーって行ったことないかもしんない。私もないのよ。ないよね、ツアー旅行。でもなんかこの間、前職の上司に、なんか前職の上司と私と、まあ、同期の女の子と3人で話してる時に、その同期の女の子がなんかその恋人のね、彼氏と旅行に行くんですけど、どういう感じで行ったらいいですかみたいになった時に、ってなっちゃって、そしたら前職の上司がいや、それはツアーがいいと思うって言ってるのを聞いて、ツアーってそういう行ったことないなって思ったから。選択肢出てこないよね。ツアーいいかもね。ねえ、そう、出てこない。ツアーだな。ああ、そう、なんか、あ、なんとかに行くツアーとかあるよ。函館に行くツアー。ほんと？え、ちょっと待って、北海道ツアーね、ツアーいいかもしれない。ねえ、あ、ツアーするか。ツアーちょっとありだよね。わかりやすいから。え、でも大阪とかみたいなダンジョンじゃなければ姫大丈夫な気がするよ。いや、多分車迷うからやめよう。え、マジで車はね、ナビしっかりしてるから迷わんのよ。これがち。ん？ん？ん？疲れちゃうから、ほら、お酒も飲めなくなっちゃうよ。あ、それは良くないな。お酒はたくさん飲みたいわ。そう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 。どうしよう、夫婦旅とかしかないわ。私たち夫婦ということで行こう。もじゃあ夫婦旅するか。夫婦旅です。2人やからちょうどいいやろ。そうそうそうな、そういう感じですって言って。40分以上まっすぐな道が続いたりする。とんでもない猛スピード出してきそう。ブーン。もうママが運転してくれるって。もうママに運転を任せるしかない。え、やだ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 。何、自分でやれるっていうの？そう、やべだよ、死んじゃうよ。やだやだ、姫野が運転する。え、うん、大丈夫大丈夫。大丈夫、うん、大丈夫。乗れ。カニが食べれるもの。タバコニャックさん、スーパーチャットありがとうございます。ありがとう。カニが食えるやつ、わ、なんか探したら。沖縄もいいね。やばい、なんか沖縄の方がもういっそ近いんじゃないか、北海道より。沖縄近いわ。沖縄の方が良くない？沖縄夏だね。夏行くの沖縄に？え、逆に沖縄でもあれか。沖縄でもあれか。え、3月とか。え、3月泳げないか。4月とか。ちょっとチャプチャプできるぐらい。いや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 。沖縄はさ、潜ろうよ。マジで行ってんの？潜る、沖縄行って潜んないとかないよ。夏死ぬほど暑いよ、沖縄。姫、沖縄夏しか行ったことないよ。そう、だって沖縄4月には海開きって言ってるよ。4月？じゃあ4月ならありか。うん、だって沖縄私前2月に行ったもん。2月？うん、チャプチャプぐらいできてる。半袖では無理だけど。え、やだやだ、潜りたい潜りたい。潜りたいのね。泳ごう泳ごう。そう、夏北海道の方がよくない？え、夏北海道？じゃあ秋北海道の春、うん、沖縄。うん、沖縄台風今やばいよ、だって夏。じゃあ春か。で、ちょっと秋ぐらいになってくるとクラゲ出てくるからね。クラゲか。うん、泳げないよ、泳げない。じゃあ春か。冬の北海道地獄で、もう雪祭り見に行きますみたいな気持ちで行くしかない。雪祭り見てみたいだよね、なんかね。でもあれぐらい寒そう。死んだわ、今。音量が聞こえない。ありえんぐらい寒そう？そう、ありえんぐらい寒そう、北海道の冬。冬の北海道は死ぬわよ。一回挑戦してみる？雪祭りとかなんかそのあれじゃない？なんかもうあのこういうの行きますみたいな。はん。
多分そういうのないときつくない？確かに。なんかこういうの見たいみたいな。特にないな。とか思うけど。ないんかい。別に見たことないもん、雪祭りの記事。雪祭り、石像が飾ってあるよ。なんかすごいでしょ？噂は聞いたことがあるわ。前にね、うん、どこだっけな、なんか乳頭温泉、岩手、秋田か、秋田の乳頭温泉に、はん、2月ぐらいに行った時にめちゃめちゃ寒かったから、うん、それを凌駕する 寒さだからさ死ぬな。そう、え、もうなんかその何かしらを考えていくしかないよね、はい、こういうの行きたいなと。じゃあちょっと練りましょうか。はい、ちょっと練りたいと思いますちなみに近いうちに我ら行きたいなと思ってるのはディズニーです。ランド。ランドでいいの？え、わかんない。 C がいいかな。あれは C か。でも友達とランドで行ってなかったっけ。うん、同じでもないか。めっちゃ前だ。去年かな。去年ランド行って。あれランドだっけ、 C だっけ。え、だってジャングルクルーズ乗ってたじゃん。ジャングルクルーズ乗ってなかったっけ。ジャングルクルーズってなんだっけ、うん、なんか船乗ってカバとかゾウさん出てくるやつ、うん、あー乗った乗った。うん、だよね、ランドだよ、うん、ランドそう、あ、でも今ランドも C もどっちもお酒飲めるんでね。あ、そうなんだ。あ、でも C 行きたいな。 C 行く？でも姫の絶叫乗れない。いいんじゃない、乗れる？乗れなくていいよ。え、私何でも乗れるよ。やばだな。でもなんか基本なんかあれ一緒に行く人に合わせるから。あ、よかった。じゃあお散歩しに行こう。お散歩やるやる。お酒飲みながら歩こう。うん、そう、両方飲めるの。そう、去年ぐらいかな。え、そうやっちゃう。そうそう、飲めるようになりました。よかやんけ。最初はでもビールしかなかったんだけど、ね、最近はやっとなんかいろんなカクテルも、ね、出るようになりましたよ。あ、そうなんだ。ぜひランド行ってお酒飲んでみてくださいね、飲まれる方は。はい、そうそうそう、はいあ、なんかほらいいじゃん。そうそう、ちょっと2人でディズニーシー行ってきますんで。行ってきます。それも楽しみにしてくださいね。よろしくお願いします。ということでね、この辺で終わりにしましょうか。はーい。はい、ということで本日もありがとうございました。ミーミーなんかある？ありがとうございました。え、ない。ない。まあ、あと2ヶ月でね、2人とも1周年を迎えますので、それも楽しみにしていてください。はい、お願いします。ということで、お疲れ様でした。はい、おつみゆ姫で終わりましょう。せーの、おつみゆ姫。バイバーイ。